ロナウドのね、あれ、チェルシー移籍がまたニュース出てましたね。ロナウドがユナイテッドの時にやってた守備の貢献度だったら、トゥヘル・チェルシーでも全然問題ないし、ロナウドが 3-4-3 のトップで動き回った時に、代わりの入ってける通射とマウントとかさ、ハバーツとかいるじゃん。まあ、ベルナムが入ってくだろうしね。で、ウィングバックも入ってくるでしょ、チェルシーの場合。だから、ロナウドが自由に動き回った時も後ろから行かせるし、ロナウドがそのままいてくれたら、チャンスになるし、ロナウド絶対他の人引っ張ってくれるから、ハバーツとかマウントとかの得点増えるから、で、ライン引いてくれたら、カンテのミドルとかね、後ろからあるしね。何よりセンターラインにさ、ロナウドとカンテとチアゴシューバーとメンディー揃うわけでしょ。ロナウドのチェルシー移籍は、普通に考えたらね、ユナイテッド以外のプレミアのとこでロナウドプレイするの想像できないけど、どこもロナウドにオファーしてこなかったら、めっちゃいい移籍になりますけどね。Thank you.